藤井美希は、熊本県足北郡足北町出身のバドミントン選手。身長160センチ。右利き。熊本県足北町立浦小学校熊本県足北町立浦中学校を経て、青森県私立青森山田高等学校を卒業。高等学校卒業後にルネサスセミコンダクタ九州、山口に入社、同社バドミントン部に所属する。 趣味は買い物。好きな食べ物は焼肉、馬刺し。歌手の文化と交流がある。5歳の時にバドミントンを姉二人がやっていた影響で始めた。小中学生時代から同じ九州地区の樽の恵みと決勝を争うことが多く、全国大会の決勝でも二人が顔合わせをすることが多かった。主にシングルスとして活躍する。高校は バドミントン強化のために、青森山田高等学校へ、バドミントン留学。高校からダブルスとしても活躍し、高校1年で、高校3年だった今別府香織と組み、インターハイで3位を獲得。高校3年時には1学年後輩の柿和霊、ケイト、藤柿として、ダブルスを組み、インターハイでは、シングルスダブルス、団体、全種目優勝。 三冠を達成した。これは、陣内紀美子以来25年ぶりの快挙だった。高校卒業後は、NEC セミコンダクターズ九州、山口に入社。以後、国内外の大会で活躍した。2012年、ロンドンオリンピックで柿岩と女子ダブルスで銀メダルを獲得。バドミントンがオリンピック正式種目に採用されて以降、日本人として、 初のメダル獲得であった。この年に、柿岩とのペアを解消し、第一戦から退くことを表明した。同ペアで臨んだ最後の全日本選手権、女子ダブルス決勝では、高橋玲香松友美咲ペアを相手に第一ゲームを取り、第二ゲームも11点を選手したが、試合中に右膝を故障したため途中危険し、全日本選手権でのタイトル獲得はならなかった。 2014年5月、ドイツのブンデスリーガのルーディンハウゼンと契約。2016年10月、イギリスリーグのブリストルジェッツと契約。ブンデスリーガイギリスリーグともに、日本人としては、初の参戦である。2017年2月、柿岩とペアを再結成し、2020年、東京オリンピックを目指すことが発表された。 2019年2月28日引退。現在の所属は株式会社東京オートリップ。ありがとうございます。